こんにちは、柴田です。今回はギブソンカスタムショップのレスポールカスタム2019年製のレビューです。千葉管楽器にレスポールカスタム、しかもカスタムショップものが入りました。2019年製のね、近年もので非常にピカピカ、新品同様な状態でございます。見た感じの印象としては、このね、金ピカな金物に目が行くんですけれども、僕としてはね、このバインディング真っ白なんですよ。カスタムのバインディングでちょっとね、くすんでるクリーム色のイメージがあるかと思うんですけど、めちゃめちゃ白いんです。ネックのバインディングも真っ白です。で、金ピカの金物、ペグはグローバーです。カスタムショップと、こちらにもカスタムショップと、見た目からね、高級感漂うカスタムショップのレスポールカスタムと。持った印象としては、ボディがですね、ちょっとお尻の方が重い感じですね。ネックはね、割と細めで握りやすい、すごいシャープな感じですね。指板がね、エボニーでね、真っ黒なんですよ。やっぱりね、カスタムはね、この指板が黒い方がブラックビューティー感がね、やっぱ出ますね。まずね、生音からいきましょうかね。うん、スタンダードよりはやっぱりシャープな感じ。スタンダードは重心がもっとね、こう低い感じなんですけど、若干上目ですよね。うん、硬いというか、シャープというか、聞きやすさはね、やっぱね、非常にいいっすね。まあ、自分のスタンダードをね、非常に弾き慣れてるんで、まあ、もちろん弾きやすい感じなんですけど、最初に握った段階でも何の違和感もなく、こうスーッと入ってくるというか、さすがカスタムショップ、すぐにこうね、馴染む感じになっております。優しい中にもカスタムのカラッと感、これがやっぱいいっすね。ではセンター行ってみましょうかね。絞ってみる。あ、いいっすね。ではちょっと歪ませましょう。このね、カスタムの、このコード分離感というか、この歪ませていても音の分離があるというか、これが好きなんですよね。続いてフロントで、高みがあってね、非常にいい感じですね。ピックアップは490と498なんですよ。まあ、ギブソンのね、王道の490と498なんで、これしっかりした作りの中でそのピックアップがね、生かされてるというふうな感じがします。
レスポールがですね千葉管楽器に続々入っているので何でも試奏をさせてくれる千葉管楽器なんで、ぜひ行った際にはですねハイエンドな高級ギター、これを鳴らしてみたいというところで、ぜひお店で試奏してみてください。ご視聴ありがとうございました。シーマドでした。